YouTube を見るだけでは人生は変わらない。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、肥前敏郎です。小坂先生、はい、YouTube を見るだけでは人生は変わらないと YouTube を見ていただいてますけれども私目が飛び出ましたけれどもいやこれどういうことでしょうか。今日はね、はい、この YouTube を見てくださっているからこそ、あ、こそですね、こそ、はい、この YouTube を見ているということがすでに、はい、いかにあなたがいいとこにいるかっていうのはこれから話されるんですよ。あ、はい、だからこそもうここよみたいな話をしたいんですけども、はい、今日はスペシャルバージョンでですね、はい、我々今こうスタジオ撮影してるわけですが、はい、あのいつも撮影をしていただいている映画監督、はいはい、ちょうど今ね監督が、そうですね、はい、総合演出、演出と総編集監督、総編集監督をお務めになった映画が全国130巻、そうです、120ぐらいですね、120巻で上映中という映画監督と、はい、そして、まあ、長く私があのポッドキャストのお相手も務めていただいている宮田さんなんですが、はい、オリンピックすごいですアナウンサーと、はい、なんか偉そうな肩書が、改めて今日は監督や宮田さんのこのちょっと肩書き的なとこ言ったのも、はい、やっぱこうそれぞれ多分世の中に映像制作やられてて映画監督と呼ばれるような仕事に就きたい、はい、まあ、それがさらにね自分の監督した映画が全国その100巻以上でね、すごいですね、上映されるとか、はいはい、もうシネコンで、はい、ミッションインポッシブルの次に呼ばれるとか、はい、そういう風になりたいとか、こうなんか一つ成功、そうですね、まあ、お若いのにね、まだね、はいはい、宮田さんもこうアナウンサーとかの仕事をやられてる、実況中継とかね、はい、声の仕事をやられてる方からすればオリンピックの、いや、とんでもないです ね、 アナウンスメントをやられるとか、はい、ご自分の番組持たれるとか、うん、まあ、成功されてるじゃないですか、はい、こういう風になるほんの数センチ手前にあなたがいるって話を今日はしたいわけよ。じゃあそこは何があと数センチいくかみたいなね、はい、いうところなんですが、肥前さんも実は一般のお勤め人だったところが、はい、もう本も出してね、そうですね、会社経営の経験もあり、はい、で全国に講師で行って、はい、行かせていただいてます。やっぱりある意味本を出したい人いっぱいいるから、はい、講師やりたいとか、はい、この方々と同じと言ってもいいと思うんですよね。昔本当に本出したいなと思ってました。あ、思ってたの、はい、そう、だからさらに至る最初のこの数センチが多くの人が遠いんですよ、はい、もうなんか数センチなんだけど、はい、ここを超えないんですよ。みんな超える時ってこう数センチだってわからないですもんね、まだこっちにいると。分からないんだよね。で後から振り返ると、はい、あれがその数センチだったかみたいな、あ、そうですね、感じなんですけども、はい、まあ宮田さんからいこうかな。宮田さんは、はい、実は私は長いお付き合いなんですけども、音楽大学ね。そうです、でオペラを専攻しています。オペラが声いいのはもう、ね、やっぱりその前提を持ってオペラ歌手、はい、今全然違うことやられてる。いや、そうなんですね、全然才能がなくてオペラ歌手の、はい、で、もうどの先生からもお前全然上手くならないなって言われて、あ、でも全員から声はいいのになって言われていて、なるほど、そうか、僕は音楽の才能ないけど声はいいんだってポジティブにこう捉えて、あ、で大学在学中にアナウンスの専門学校に通い始めて、あ、在学中に、在学中に、まあ、バイトして、バイトして初めてで、ね、1年後その卒業の時に前いた事務所の社長が拾ってくれて、あ、そうですか、仕事を始めるっていう、まあ音楽の才能がなかったゆえに始めたって感じです。あ、ということは、まあ、今日の文脈的にその数センチを超えたところっていうのは、はい、やっぱりそのバイトしてでもそのじゃあ声で勝負するかっていうことで、そっちのこう学び場ですよね。そうですね、そっちの門を叩いたってとこか。はい、じゃあ褒められる方でやってみようって気持ちを切り替えたんですかね、当時の自分は。あまりにも褒められなかったんで音楽の方でこれ監督、私監督って呼んじゃうんですけど、はい、とってもいつも敬意を込めていて、というのは私子供の頃からなりたい職業映画監督だったんですよ、ずっと。あ、なんか伺います、はい、一番なりたい職業をやってる人がここにいるみたいな
私はもうずっと言い続けてたんですね、映画監督になりたいなりたい、はい、なのに全くそういう仕事につけなかったんですけど、なぜ監督はついてんですかみたいな、この行動が今今日の文脈でいうとこの数センチを超えたとこだなみたいな。でも自分は映画監督だけの仕事ではなくて、結構映像を中心に幅広く演出してるので。あ、そうか、作曲もするしね。そうです、そうです。で、この度の映画に関しては、まあ、とある企業さんと一緒にタッグを組んでやっているものですけれども、そちらもスタートは映画ではないんですよね。全く違うお仕事をいくつも経た上で、今回のお話につながっていて、で結果いろんなシネコンで関わるような大きいプロジェクトになっているということなので、なるほど、なんかその一番最初の仕事の映画監督でも何でもない仕事を全く違いましたね、受けたっていうところにと、ね、戻るわけか。逆に言うといろんなことをやってたから今回の映画が成立しているので。なるほど、うん、映画監督になろうと思って映画いっぱい撮ってましたっていう時代なんで、ね、それは、まあ、それはまたきっと別のプロセスが開けたかもしれない。まあ、それは確かにね。この場合は多分今回のことだけ言うならば、そういうルートだからこそ今回の映画があったと言えるんじゃないか。映像に関わる仕事とも限らないものもあったんですか。例えば今回は脚本書いてくださいとか、そういうのはありました。でもやってみるかみたいな。そうですね、それはありましたね。その時のその、分かりました、じゃあやりますって言って、多分監督のことだから全力でやったと思うんだけど、何でも全力ですからね。そういうところで気がついたら超えてた。うん、そういうことです ね。そして今やそれがこの全国120巻ロードショーにつながっていく。肥前さんもさっき本を書きたかったって言って結局書けたわけですけど、はい、そして この後もね、書かないかって話来てますから書いていくわけですけども、本書こうと思ってなんか本の企画書をずっと書き溜めてていろんな出版社に売り込んでんじゃないのね。全くないですね。違うよね、はい、何が最初の数センチだろう。やっぱり元々はチェーン店の店長で全く売り上げが上げられませんでしたので、まあ、そういうことを書いた本だったけどね。はい、うん、そこがやっぱり本を出すところまで最終的にはつながってきましたけど、なのでやっぱり全然ダメだった時に本屋に行ってこう本を読み始めていったっていうのが、何か仕事に生きる本はないかってことで、ああ、まあその中で私の本もあったってことだもんね。あそこが本当に最初のきっかけでしたね。あ、そうか、はい、本屋に行ったと、はい、本屋に行って読み漁ったと、読み漁っていって今につながっていったってことですね。で私の本見つけてくれて、はい、そしたらまあ私の本の中に資料請求はがきがあったの で、はい、そうです、それもちゃんと、まあ、当時ファックスかな、はい、ブーッとファックスしてみたと、ね、はい、意外とね、はい、きっかけがあるね、みんな。まあ先ほどの宮田さんのように、お前は才能がないってそれ絶望するじゃないですか、きっぱりだって女言ってるのにね。だけどそこからじゃあ声でと思ってね、アナウンスメントの学校をどこに行こうかって探し始めて、でバイトもしてっていう風な行動が、気がついたらその大事な数センチを超えているけど、そこで最終的にオリンピックのアナウンスメントを任されるっていうことが約束されてるわけでも何でもないから、そういうことじゃないんだよね、はい、ここ後で分かるみたいなところ、うん、私なんかもっと雑よ。雑な雑っていうのは、はい、起業したのは単に師匠と、当時私の師匠とお世話になっていた会社の社長さんと3人で会食してた時に、ところで小坂君はいくつになったんだっけって言われて、はい、あの師匠と社長に29歳ですって言った。29歳か、そりゃ起業だなって言って「いやいや、どうしてですか?」って言ったら「いや、はい、俺も29歳の時だったんだ、いや私もなんですよ」みたいな、はい、いや29歳だよいやそうかと思って起業したんですよ、はい、それで起業しちゃったんですね。だ起業って、はい、じゃ起業ってなんだって、はい、まあでも起業ってすごいですよねって今思われてるかもしれないんだけど、カメラの向こうで。起業って、はい、業を起こすと書くでしょ、はい、だから私は業を起こしたのよ。だ会社作ったと言ってないね、まだ。あ、はい、業を起こした、何って何やる業かは決まってないのよ。決まってないから、オラクル人仕組み研究所という屋号を考えた。あ、なるほど。それで自分で名刺デザインしてロゴマーク、はいはい、作ってみた、手作りで。あ、名刺を。これ起業です、今に至る、はい、今もこの屋号ですね。はあ、だ本当にその時に今の実践会みたいなのをやりたいんだよね、かけらもないですね。かけらも
欠片もです。想像もしてないだけど着実につながっていた今そうやって振り返ると起業した、でも起業したっていうのは29歳だからっていうことと、会社作ってないですから定款もないでしょ。そうですね、定款もないってことは何やるか決めてなかったんですよ、私実は。ただその頃まだ勤めてたので、ただ勤めてたところでやってた仕事、そしてそのクライアント、それをそのまま新しい会社で引き継いでまずやっていこうとは思ってなかったんです。もうそれやんないと多分決めてて、だけど何やるか決めてる。だ野豪ですよ最初。野豪ですね。野豪です。でも起業。はい。起業したなっていう感じ。でもあんまりね、だからまあまとめて言うと、うん、そんなにみんな戦略的じゃないのよ。うん。だけどね、行動なのよ。その数センチを超える行動がある。はい。あなたに言いたいことは、やっぱ YouTube をみんな見るか、熱心に見るかと。今こうで、しかもこの今今日のこのトピックの最後の方じゃないですか。最後の方まで見るかってなかなかいないじゃないですか。はい、だからそれをやるっていう行動ができてるわけですよ。これがまずできないんだよみんな。はい、そうですね。でもすでにこう来ていて、私で言うとその師匠とその社長さんと、その今でも忘れないけど焼き鳥ですよ。その焼き鳥屋の椅子に座ってる感ですよ。あ、なるほど、はい、あと数センチ、はい、何を行動するか。バイトしてなんかスクールの門叩いてみてもいいし、何かいやちょっとこれは自分がやりたいことと違うんだよなっていうところがあるかもしれないけど、なんか引き受けてみてもいいし、うん、本屋駆け込んで片っ端から本読んでみてもいいし、はい、ね、なんならまあ起業してみる、はい、名刺ですね。名刺ですよね、はい、まあ、行動っていうことですよ ね、 ですね、はい、なんかその実は後から振り返るとあれが本当にこう多くの人が渡れない数センチを、うん、渡った行動だったんだなって思う時が未来にやってくるということですよね。はい、はい、ということでこのチャンネルではこれからも今日のような切り口のお話もお届けしていきますので、ためになった、これからも見たいという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして高評価コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。